Sea is freezing, skies blue. We cannot wait. What we're waiting for dreams come true, dreams come true, dreams. 時刻は13時を回りました。ようちゃんのオープンハートチャンネルの時間です。こんにちは。この番組ではオープンハートカラーカードを使いながら、ハートのカラーカードで楽にコミュニケーションを楽しんじゃおうっていう番組です。この番組では、えっと、メッセージも募集しています。メールアドレスは7 9 7 a t m a r k f m g n o 1トコム また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリレッスンラジオまたはマイチューナーラジオで FM 技能案を検索して聞いてください。よろしくお願いします。 はい。本日、3回目の放送になりました。なんか、まだまだ緊張、やっぱりなんか毎回緊張しますね。<laughs> あ、緊張しますか緊張します。はい、<laughs> はい。で、えっ、ー、と、今日ですね、あ、今日もですね、はい、これから、まあ、ずっと、あの、サポートしてくれますようにと願いながら、はい、ギノワイ FM のマナミンが、私のサポートをしてくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 よろしくお願いします。はい、<laughs> ではですね。でですねまなみ。はい。ではですね。まなみ。<laughs> 早速。早速ですね。こちらのオープンハートから。まあね、YouTube とかね、生で画面を見てる方には、はい、ちょっとね、このハートのカード、可愛らしいハートのカードがね、見えちゃってると思うんですけど、はい、ラジオで、えっと、 画像がやっぱりほら見えない方には、やっぱり、え、何のことって思ってると思うんですよ。それでですね、はい、ちょっとオープンハートのカラーカードのちょっとね、うん、説明をちょっと今日はね、はい、しながら、はい,い,い、ね、はい、やっていきたいと思います。はい。こんな感じでね、はい、まあこれはね、画面を見てる方はわかるんですけど、うんはい、じゃ画面を見ていない方、はい、もうラジオのみを聞いてる方にですね、ちょっと詳しくですね、やっていきたいと思います。今日は。 はい。はい、こちらのね、オープンハートカラーは、はい。11色の5枚ず、はい、あ、5枚。で、55枚のカードを私今手元にね、持ってるんですね。ハートですよ。赤、黄色、オレンジ、で、グリーン、ブルー、ロイヤルブルー、で、マゼンタ、で、紫、ピンク、で、黒、白。 とね、これ11色あるんですね。で、11色で5枚ずつです。それで全部で55枚のハートのカードになってます。で、ハートのカードなんですけど、色にも色彩心理効果って言って意味があるんですね。その意味を紐解くというか、効果、意味のね、この心理効果を説明してくれるカードもね、11色あります。 これが、こちらが心理うあの、色彩心理効果のね、こういう感じでね、白とはどういう意味があるかとかね、はい、そういう意味があります。で、私が、えっと、右手にね、持っているのが、うん、ハートのオープンハートカラーです。はい、このハートのカードには、実は、じゃじゃーん。裏、はい。後ろに、ちら、ちらって見せる。たはい、<laughs> あの、心のね、質問って言って、質問があるんですね。うん、なので、今目の前に、 ね、いる、はい、マナミン。はい、今日は、何色が気になりますか、えー、今,日しまし今日は、はい何色マゼンタでしたっけあの、濃いピンクそうそうそう、マゼンタ。はい、おー。うん、しますマゼンタカラーが気になる、マナミン。はい。はい、じゃちょっとね、 その中でもまたその中から、はい。画像ね、あの、YouTube とか、えっと、ツイキャスを見てる方にはね、ちょっとこのマゼンタカラーのハートのカードがね、見えてるんですけど、えっと、ラジオだけをね、やっぱり聞いてる方には、えっと、見えていないので、番号でね、学びに、こっちから、1、2、3、4、5。5枚のカードのうち何番が気になりますか ?1、2、3、4、5、2です番。はい。2番。こちらですね。 はい。あ、マナミンが聞いた、はい、マゼンタカラーの2番目のカードの質問です。で <laughs> じゃじゃーん。はい、あなたの5年後はです。えー、はい。マナミン、マナミンの5年後、はい、どうありたいどうなっていたいあ,あ、5年後って言ったら、うん。 何歳かなって。はい。今、今、ちょっと計算しました。年齢の言いなければいいですよ。なの中37人になります。ええ、そうなんだ。5年後が。五年後37え、じゃあ今 32? ええ、そうなんだ。すごい。で、5年後はどうなりたいですかあ、でもとりあえず、結婚してて、家庭があってほしい。ああ、素晴らしい。子供もいたら。うん。 いいな。5年後の学びにね。はいはい、あ、じゃあ今、独身なんだ。今、独身です。えー、カラシははい、ない、ね。あ、いない、はい、いないんですって。募集中ですよ。チャンス、チャンス。ちょっと、カ頑張らないで。でも、すごい。 5年って結構ありますもんね。でもね、あっという間だよ。早いですなんか5年後って、過ぎ去ればあっという間って言うけど、これからでも5年後ってなると、長いような短いような感じだと思うんだけど、でも自分で5年後の今イメージができたってことは、それに向かって彼氏を選ぶことで前だ。まずは。出会いから先にいて、それ結婚して、子供。子供は何名欲しいですか ?5 年後の自分って。でも2人、 今日は、いた方がいいなって思いますよね。だ<れ>から一人っ子よりは、そうですよね。兄弟がいた方が。男の子、女の子,女の子、えー。男の子、女の子。えー、ど、どっちだろう女の子ですから、ね。女の子、羨ましい <laughs> 私、男の子嫁で、孫も男の子嫁、なんか嫁で、8人ともみんな男の子。<れ> <laughs> 男の子に囲まれてるんですそう、でも女の子ってやっぱりいいですよね。私だから、女の子が欲しくて欲しくて。でも、でも、でもいい、いいって言って。でもいいじゃなくて、男の子でも今自由が得られてるので、ラッキーと思ってますよ。はい。でも娘がいたら、娘がいたで、やっぱり楽しかったかなでまあ今でもね、楽しいんですけど。あ、でもマナミ、すごい。男の子、5年男の男の子のなんか、 いい,いいところというか,なんか男の子を育ててて、うん、なんか、はい、いいなって思ったところって何かありますかえっとね、うん、あのうちの子供たちは、はい、あの小さい時から、まあ、サッカーとか、うん、少年野球とかしてて<ー>すごいスポーツだったんですね。うん、だからすごく、えっと、自分のしたいことに向かって、うん ていたので、うん、私はそれを、後ろ姿を、あの、なんていうのかな、見せて、見ても、うん、あの、見てて、すごく一生懸命だなーって思ってて、うん、それに私が反対に励まされたりとか、はい、で、えー、小さい時はやっぱりわんぱくわんぱくっていうか、うん、そう、でもね、 思いやりがあった優しい子だったなっていうのは、んあんまりでも手がね、かからなかったんですよ。はい、男の子の割には、全然、はい、やっぱりみんな部活とかしてたからかな、うん、スポーツに励んでたから、あん<ー>まり、はい、そうそうそう、う全然。 だけど反対に女の子がいる娘さんなんかがいるお友達は今日買い物行ったとかなんとかって言ってて、そう大きくなってもね。今大きくなってもみんな、まあ孫も長男次男結婚してるから、孫もね、孫も男の子名なんですけどね、みんな。そうですね。男の子は男の子で、やっぱり大きくなった時に自由が得られるし、思いやりがある。お母さん思い、まあ旦那も思っては、あの旦那にもね、優しいと思うけど、特にね、お母さんに優しい。 まあそれだけは救いかな救いっていうか、はい、そう。うんうん、その分だけ私が自由な時間がたっぷりもらえてます。縛られなくて幸せです。なので、でもね、<ー>よく言えばやっぱり男の子と女の子いた方がいいですよ。一、はいね、人ずつ。男女 そう、そう、そう。え、5年後楽しみですね。その前に素敵な人と。ちょっと頑張ります。はい、ね、そんな感じで。ね、で、今日のマナミンが選んだマゼンタ色のね、意味があるんですよ。マナミンはやっぱり白衣投資で、今なんかね、人になんか貢献するっていうか、すごくサポート向きの、なんかマゼンタ色を選んだなと思ってて、すごく、で、長期的なビジョン。 うん。を立てるとすごくいいのかなって感じですね。あ、長期的なビジョンってまさにあれですね。そう。長期長期。今からコツコツと一個ずつ、彼氏を見つけるために。そこからが。描いてください。で、あとね、まあ、マイナスではないんだけど、見返りを求めたりとか、あと燃え尽き症候群になったりとか、するっていうことも、やっぱりこれは、あの、なんか、 で、えっと、はい、マイナス思考のものなんですけど、うん、でも、はい、プラスとマイナスって人には、ほら、感情の浮き沈みとかってそういうのがあるじゃないうん、うん、だから、決してマイナスだから、あの、悪いではなくって、はい、そう、いい意味で、いい意味でっていうか、うん、自分の感情がね、<laughs> そうそうそう。で、こんな感じで、うん、はい、詳しくをね、あまり言えないですけどね。はい <laughs> ね、はい、こんな感じで。あ、楽しみ。5年後。5年後、いいですね。今、実は、この収録してる様子を、ツイキャスで配信してるんですけど、そこに、星美みゆきさんから、コメントが来てます。みゆきさんも見てるのかなインスタは見てツイキャスを見てくれてます。え、子育てのお話楽しいですって、あのね、お子さん、息子さん、4、は え、そして、陽子先生は、お幸せですね、って来てますよ。そうですね。幸せですよ。はい。ねいでも。え、でもみんな、幸せってさ、自分の心で、あの、感じるものだから、ちょっとした、そう、ことでも、すごい幸せだなって思える、自分がいるっていうのが、すごく幸せ。 そうそうそう。ええ、幸せだよ。みんなみんな幸せ。みんなそれぞれの幸せがあるんですよ。そうなんか、花を見てもじゃないけど、なんか、すごく、あの、なんていうの、空を見ても、なんか今日は、あ、すごい、ハートの雲に出会えた、幸せだな、とかね。本当にちっちゃなことから、で、一人になっても、美味しいコーヒーを朝飲みながら、あ、幸せだな、いいですね。朝からじゃなんかいろんな幸せが、 そう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 。手、ね、芝居はもう自然、あの庭に水をやりながら空を見たり、植物を見て、新しい植物に出会えたりとか、本当に何気ないあの風景が、なんかいつもと違うんですよ。いつもと違うっていうか、はい、なんか見てる風景がいつも違うんですよ。新発見が出てきたりとかするので、すごくいいですよ。はい、うん。あ、なんか、 インスタも見てくれてる人がいる。はいね、もコメントます。コメントが私、ちょっとインスタ、<ら> <laughs> ちょっと <laughs>、手打ってる。ウェーブでみんな、<laughs> あー、見てくれてる。ありがとうございます。ーえー、ありがざいます、ね、<laughs> はあ。あ ハートコ、ハートコぽこポコポコ。ポコですあれ。はい。<laughs> なんかインスタン違う。インスタンって私はライブするの初めてなんですよ、<あ>実は。ゲスト出演で、えっと、あの、何ゲスト出演で、ライブを配信したことは何度かあるんですね。はい、でも、 えっと、自分で、こういうふうにライブを配信するってことが、あの、なくて、今日生で、今収録中です。ああ、あゆみさんありがとうございます嬉しいですね。なんか、そうですね。インスタの、ごめん、収録中なので、後で。はい。じゃあ、ここで、曲に行きましょうか。はい。ではですね、今日は、あの、シャンソンなんですけどね。はい。岸洋子さんの、オーシャンゼリーゼ。 を聞いてください。アンズリーゼが流れてます。岸陽子さんの。はい。あ、ラジオ収録中です。収録中ですよ、エミさん。は <laughs> <laughs> ーい。 今ね、曲が流れてます。この曲知ってる、まあ、<は>知ってる、はい、あ、嬉しい。そう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 。フランスのパリの光景のシャンゼリーズ通りをイメージあのして聴いてもらえたら楽しいかなと思って。なんかほら、道を歩きながら、なんかルンルンって感じで。そうそうそう。だから今日、 ね、移動中もこの曲を聴いてきたんですよ。うん、なのですごく「えー、あーシャンゼリーズ聴いてます」って聞いてます聞こえてないよ <laughs> インスタライブの方には多分曲が流れてないと思うんですけどラジオを聴いてる方には流れてますね。あ今もう曲が流れてるあの途中です。 収録なので,ーーで、ね、はいでこれが終わると私があそうですよね同じあれを、はい、後半をお届けしますって感じで言えばいいんですよねあはい分、はい、かりましたやります、はいうん、か素敵なことが、うんうん、おっ <laughs> 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 面白い。脳内再生中ですって。<ー>曲は聴いてないけど、<う>頭の中で聴いてるんだ。さすが、さすが、さすが。<laughs> そう。トオシャンズリゼ ある日私は募金に支えられた今度は募金で支える人になる支えられたり支えたり困った時はお互い様自分の町を良くする仕組み赤い羽。 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、イルフアロングも、デザインカラーも、ニュアンスパワーも、マッシュルフも、メンズパワーも、ツーブロックも、フェードカットも、全部まとめて、スタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。ギノアン上原、スタジオラディッシュ検索してね人生をもっともっと豊かに。時間をもっと素敵に。長浜モーターは、 冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします「星の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  きょうちゃんのオープンハートチャンネル。後半をお届けします。よろしくお願いします。あっという間のね、前半でしたね。そうですね。何を喋ったかというか。<laughs> はい。ほんとに。ほんといろんとすごいでもワクワクするよね。んなんか五年後のね未来の話はそうそう,そう,うんとに。ほいとに。ほんとに。 っていうのをイメージすることと、やっぱ口に出して言うこと。その、あの、言うことによって、やっぱり自分の目的意識っていうのが、そこに夢に、やっぱり向かっていくので、ぜひ、夢は。喋った方がいい。喋った方がいいですよ。結婚したいなら、結婚したいです。相手が欲しいです。とか言うと、あっという間に相手が出てきたりするので、いい出会いもね、多分ね、あると思います。早いかも !5 年以内に結婚したら報告してね。 はい。すごい、コメントがちょっとツイキャスで、またたくさん来てるんですけど。はえ、はじめましての、あの、この番組では、はじめましての、ヒーフーミーさんっていう方から。ヒーフーミーさんはい。あ、なんかヒーフーミーさんって聞いたことあるりますあ、そうそう、他の番組では、結構、あの、ナーさんとしてコメントくれたりとか、そうそうそう。へぇー、嘘はい、ヒーフーミーさんから。ヒーフーミーさんえ、びっくりするけど。でも私にあ、そうそう、はい。 えー、こんばん、ごくんちょ初見のマスターです。ということで。えー、なんか楽しそうな番組ですねって来てます。<laughs> よかったです。嬉しいです。ありがとうございます。ねオープンハートカラー使いながら、その日の、あの、学びに質問した、あの、会話でコミュニケーションをとってる番組なんです。え、でも、ひふみさんはい、ひふみさん。え、困る困る。嘘、嬉しいです。ありがとうございます。で、もしお時間あれば、ひふみさんもね、今度あのカードはい、選んで、はい。ってもいいかもしれない。そうですね。ぜひ、まあ、ゲストに、 <laughs> ゲストにでも来ていただければ、一緒にコミュニケーションっていうかね、会話しましょう。はい <laughs> はい、はあ。よろしくお願いします。<laughs> えー、そして、星みゆきさんからも、はい、えー、ようこさんの声は、はい。明るくて聞きやすいですって。あ,ありがとうございます。あ、すごい、ようちゃんのオープンハートカラーは最強ですって来てますよあ。ありがとうございます。みゆきさんありがとうございます。コメントありがとうございます。なんか、みゆきさんもね、すごいですよね。はい、落ち着いた、ね、みゆきさんの放送も、ね、はい、あの、ね、すごい、情,情熱対立。情熱じゃない。情熱ちゃネル でもなんか、名前の通り本当に<う>あの、情熱的で。そうそうそう。はい、あのね、もうオーラが、本当にもう、情熱のオーラが漂っていて、もう、はい 彼女は見てるだけでパワーがもらえるかなって感じなので、はい、すごい素敵な方ですよ。ね嬉しいです。みゆきさん、<laughs> コメントありがとうございます。なんかみゆきさんとかだったら赤を選びそうなイメージがあるなって私はいいそうです、ね。もう赤は情熱的とあと行動的とか、そういうのがあるので、やっぱりもうまさにみゆきさんにふさわしい色かなって感じですね。はい、なんかみゆきさんのイメージって赤と黒、黒、 あ、衣装。衣装のイメージも。確かに衣装。ですよね。衣装が大体黒が多いんですよね。うん。でも、なんか内面に秘めた強さっていうのがね。それがやっぱり現れているかなって思ってますよ。すごく素敵な方なので。で、あ、ね、マナミはそう。わかります。はい。同じ FM 技能湾で。はい。毎週水曜日じゃない。毎週水曜日じゃない。第一と第三水曜日かな第一第三水曜日の え、お昼前、11時半から。はい。12時までやってますよ。はい。ぜひ聞いてくださいね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。コメント。ありがとうございます。嬉しいですね。本当嬉しいですね。YouTube 動画にも、そう、みゆきさんは、あの、コメントをくれていて、すごく、あの、励みになりました。心強いですね。やっぱり、コメントもらうとすごく嬉しいですね。ありがとうございます。 あ、ひふみさんからも、えー、ぜひ、ようちゃんさんとお話ししたいです、はい、って来てますあ,ありがとうございます。<laughs> あ、ぜひぜひぜひ。で今度。ね今度じゃあ、えふうまきのわんのスタッフさんに、はい、<laughs> 声をかけていただいて。<laughs> <laughs> いつがいいかは、ちょっと、あの、き、決めていただければ、私の方はいつでも、いつ、いつでも私の方はいいので、はい。ひいても、いさん、みいさんの都合のいい、いい時で、ぜひお会いしましょう。楽しみにしています。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、残り番組もう4分くらいあと、あと、はい。 あっという間ですね。あっという間です、ね、26分か。賞味<分>は26分だけど、はい、なんか本当に、はい、なんか今、<laughs> 一生もう始まったばっかりだったから <laughs>、とか、終わっちゃった。終わっいう間に20分使っちゃすね。あっという間に20分,、ね、う間20分もう話しちゃったんだ。うんはい、えー、そっかそっか。じゃあね、そうだね。 そうね。まなみんの5年後は結婚して、やっぱり幸せなね。そう、あの、家族っていうかね、子供もできていて、でしょじゃあ、私の5年後。そう、さんの5年後。私の5年後は、もう変わりなく、そう、元気で、はい、あの、今のこちらの、このオープンハートカラーカード。こちらがね、あの、たくさんの人に。 うん、はい。楽しんでいただいて、広げることです。<ー>で、5年後に。実はね、こちらね、あのー、オープンハートカラーセラピストっていう育成もしてるんですね。うん、なので、こちらに興味があって、ちょっとこれ興味あ,りある、あるっていう方は、ぜひ、ね、夢ルームサロンのホームページからお入りください。うんはい、で、こちらのオープンハートカラーのセラピストも育成してますので、ぜひ興味のある方は、 うん、お問い合わせくださいーい。はい。私にですね。何で、ちなみに検索したら出てくるえっ、ー、と、夢ルームサロンホームページでもいいですし、あ,はい、あと公式ラインで夢ルームサロン、あの、フェイスブックか、えっと、インスタ今はインスタは生配、あの、あ 生でね、ライブ中なので、もしこのオープンハートカラーに興味があるなーって思った方はセッションもしてますので、もしよかったら、うん、セッションも受けてみてください。あなたの今の心の状態、感覚、感情を知ることができますよ。ぜひ、ね、楽しんで自分の気づきっていうか自分発見できますから、自分発見ぜひしてくださーい。ごめんね、ラジオ使って宣伝してしまいました。 どんどん宣伝してください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん宣伝しちゃいます。はい、はい。あ、あとの、残り2分。2>, 2分か、あ、4分になっちゃった。はい、2>, <laughs> 2分。<laughs> 2分か<間>。<laughs> 2分か。ね何かある何かあるっていうか、はい、何かあるっていうよりも、そうだね。なんか3回目だよね。うん。3回目です。うん、で、はい、収録ですよね。うん、あ、そうだそうだ。生で。 ね、やりたいなって思ってるので、空いた時間があれば、生、生放送に。生放送に。移動できる日がはい、移動できる日があれば、生放送に切り替えますので、今は収録で、あの、楽しんでいただきます。はい。この番組は、えっと、毎週日曜日の1時から。 1>, はいですね、1時から放送してますので、はい、もしよかったらラジオでも聞いてください。で、こういう感じで収録の日は、えっと、できればやっぱりあのインスタライブを生で、うんうん、配信したいと思います。はいはい、もうお時間ととなりりまますすので、はい、ありがとうございます、はい、お相手は、ようちゃんと FM ギノワンスタッフのまなみんでした。 また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。<で>